皆さんこんにちは。仙台河原市 PR 隊の小牧葵です。この1週間の河原市情報をお伝えします。11月12日にようやく今シーズン初めての仙台河原市が発生しました。こちらをご覧ください。いかがでしたか？綺麗な仙台川嵐が発生しましたね。そして今朝も仙台川嵐がありましたので、こちらもご覧ください。動画や写真をお寄せいただいた皆様、朝早くから登山に撮影、本当にありがとうございました。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。さて、仙台河原市 PR 隊の薩摩仙台踊り太鼓の皆さんの出演情報です。今度の土曜日、11月23日に開催される仙台港にぎわい祭り&薩摩仙台ボートフェアです。このイベントにて薩摩仙台踊り太鼓の皆さんによるステージパフォーマンスがあります。時間は12時45分から13時15分です。ぜひ薩摩仙台踊り太鼓の皆さんに会いに来てみてください。では来週さよなら。